2011年リビア内戦は、リビアにおいて2011年に起こった、政治社会的要求を掲げた、大規模な反政府デモを発端とする武装闘争である。アラブ圏においては、2月17日革命と呼ばれる。2月15日に開始され、同年8月に、首都トリポリが、北、大西洋条約機構軍の支援を受けた反、大西派のリビア国民評議会の構成によって、 陥落し、事実上の最高権力者として40年以上、政権の座にあったムアンマルアルカダフィ革命指導者が、率いる、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、事実上崩壊した。その後も、カダフィ大佐は、交戦を続けたが10月20日に、最後の拠点するとで身柄を拘束され、その際に受けた攻撃で、カダフィ大佐は死亡した。 10月23日に国民評議会によりリビア全土の解放が唱えられ内戦終結が宣言されたがその後親カダフ勢力イスラム国の台頭を招き内戦は現在まで継続している1969年以来41年間というアフリカ諸国最長の政権を維持するカダフ大佐に対する大臣要求が高まった一連の 反政府運動は、チュニジアでのジャスミン革命やエジプトでのエジプト革命が、他のアラブ諸国に波及した、アラブの春のうちの一つとして数えられている。この騒乱により、カダフィ大佐は、政権の残を割われ、長期独裁に終止符が打たれることになった。リビアは先に、反政府デモが勃発した、チュニジアやエジプトとは違い、豊富な石油や天然ガス資源を背景とした富がある。 程度は国民に配分されていたとされた。しかし1969年の政権掌握以来、強権的な統治を行い、また反政府活動に対する厳しい監視や弾圧が行われており、カダフィ大佐に対する不満は鬱積していた。国民だけでなく、権力の後ろ盾となってきた軍や部族の間にも、カダフィ大佐に対する不満があったとされる。 戦闘の推移3月1日時点で、ハンカダフィ派が確保した、地域3月から8月の間の紛争地域8月に、ハンカダフィ派が進撃した、西部沿岸の地域10月1日時点で、ハンカダフィ派が確保した、地域最終的にカダフィ派に残された、地域大規模な戦闘戦闘、ムアンマル・アル・カザーフィー。王世の国旗、1951年制定。 ハンカダフィの象徴として、東部の反体制派によって掲げられるようになった。ワシントン DC のホワイトハウス前で、ハンカダフィのデモを行うアメリカに亡命したリビア人。大世紀の国旗を掲げている。2011年2月19日撮影チュニジアで2010年、暮れより発生した一連の反政府運動に対して、カダフィ大佐は一貫して批判的な立場を、 取り続けてきた。しかし、民衆の間で、インターネット上で、反政府デモを呼びかける動きが始まり、これに対して、当局も書き込み者を逮捕するなど封じ込めに、躍起となった。2011年2月15日、交流されている、人権活動家の弁護士の釈放を要求するデモが、リビア東部の切れないカにあるベンガジにて発生し、警官隊や政府支持勢力と衝突。 警官を含む38人が負傷した。同時に、政府を支持する行進もリビア全土で行われた。ベンガジは、カダフィ大佐が倒したリビア王国の中心地であり、全国王イドリース一世の出身地であって、カダフィへの支持が、比較的弱い都市であった。結局、リビア政府は沈静化のため、翌16日には釈放要求に応じ、交流されていた。 リビアイスラム戦闘集団のメンバー110人を釈放した。しかし16日以降もデモは続き、反政府デモが数日前より呼びかけられてきた17日には、怒りの日として、複数の都市においてデモが発生し、16日と17日の反政府デモでは、治安部隊の弾圧により24人以上が死亡した。こうした、 抗議運動に対抗するため、17日には、数千人の政府支持派が、首都、トリポリなどで集会を開いたほか、治安部隊に、軍やリビア政府直属の民兵だけでなく外国人の、傭兵も投入した。18日、ベンガジに軍が配備された。この日に、ベンガジをはじめ5つの都市で数千人規模のデモが、発生し、治安部隊はこれを実弾で制圧し、 35人が死亡、合計死亡者数は84人に達した。ベンガジの東にある都市であり、旧王家の本拠地であったベーダが反政府派によって制圧され、政府支持派の民兵2人が処刑された。19日、ベンガジで再びデモが発生し、受刑者が刑務所から多数逃亡し警察署に放火。 また犠牲者の葬儀に集まった反政府デモ隊に対して治安部隊が発砲し死傷者が出た。デモ参加者は数万人規模となった。20日、合計死亡者数が250人に達した。反政府デモが拡大の一途をたどる中、国営テレビでカダフィ大佐の次男であるサイフアルイコールイスラームが演説を行い、デモに対する軍や警察の対応には、 誤りがあったことを認め、また政治改革を行う姿勢を示した。一方で一連のデモによって死者が何百人も出ているというのは誇張だとして否定し、リビアにおける内戦勃発を警告し、また反政府デモに対して厳しい対応を取ると明言した。しかしこの日、ベンガジでは政府の国民への攻撃に反発した軍の一部が政府に反旗を翻して、 反政府側につき、ベンガジを制圧し、放送局が襲撃され放火された映像が、国営テレビにて流された。21日には、反政府デモが、首都のトリポリにまで飛び火し、政府の施設である、人民ホール、全人民会議、警察署などが炎上した。またこの日に、トリポリや近郊都市で発生した反政府デモに対して、政府当局は、空爆を実施。 この日だけで250人が死亡し、同時に戦闘機やヘリコプターによる、機銃奏射、手榴弾や、銃火器、さらには戦車を使用して、デモ隊への攻撃を開始し、事実上の自国民への無差別虐殺が始まった。油田でのストライキも発生し、創業が停止した。こうした、政府当局による、大規模な弾圧に対し、政権側からも、批判の声が上がり始める。 リビアの国連代表部を務めるイブラヒム・ダバシ、自席大使は、リビアは大量虐殺という戦争犯罪を行っているとして強く非難。国際刑事裁判所による調査を要請するとともに、カダフィ大佐に退陣を要求。2月21日に亡命した。この21日には、アブドゥルラフ・マンシャルガム国連大使を除く国連代表部のメンバー全員が、 カダフィ大佐からの離反を宣言した。カダフィ大佐とは、高校時代以来の半世紀にわたり、友人である、シャルガム大使だけは忠誠を誓い続けたが、25日に、国際連合にて、避難演説を行い、各国に対し、リビアを救うよう涙ながらの要請を行い、国連アンポリでのリビア制裁案を支持するとも、表明した。外交官、アウジャリ中米大使。また、 アラブ連盟のリビア代表もデモ隊を支持し辞任した。また軍関係では2月21日に開始されたデモ隊への空爆に際して空軍機2機が命令を無視してマルタに亡命した。また23日にも空爆を拒否した戦闘機の乗組員が着替えパラシュートで脱出同機体は砂漠に墜落した。反政府側が制圧したベンガジでは一部の兵士が 政府軍に反旗を翻して戦ったほか軍将校らが兵士に反政府運動への参加を促し、軍にトリポリへの行進を求めた。身内からもカダフィ大佐を見限る動きが進み、カダフィ大佐の長女や伊豆の妻など一族が航空機で海外逃亡を試みたものの逃亡先の空港で着陸を拒否されるなどのケースが相次いだほか カダフィ大佐のいとこにあたるアフメド・カダフ・アルダムがエジプトに亡命した。2月22日前日イギリスのウィリアム・ヘイグ外務大臣がカダフィ大佐がリビアを離れ飛行機でベネズエラに向かっているという情報があると言及したのを受けカダフィ大佐自身が国営テレビに自宅前から出演しトリポリにいることを表明した。夕方に国営テレビに 再び登場した際、演説の中で、反政府運動を、64点安門事件のように、叩き潰すと強硬姿勢を崩さず、また国外亡命の可能性についても改めて、否定した。最初に、反政府派に制圧されたとされる米だから、自由リビアの声と称する国営ラジオとは違う、放送が発信され、その放送が、デンマークで受信された。その中で、 自由人民軍が、リビアのほぼ全域を制圧したと、声明が流れ、さらに首都の放送局を制圧するために、トリポリに向かってほしいと合わせて放送している。同日までに、リビア東部は、ほぼ反政府側が掌握したとされる。23日には、イタリアのフランコ・フラッティーニ外務大臣が、リビア東部は、政府の統治下にないと語った。この日、 国際刑事裁判所当局者が弾圧の死者が600人に上ったと伝えた。トリポリの医師が語ったところでは、体制側の雇ったアフリカ系外国人兵が病院に侵入し、負傷者を殺害しているという。アラブ連盟は、反政府でも武力で鎮圧するリビア政府を人権侵害、重大な国際法違反と強く非難した。22日には、 国際連合安全保障理事会にて、リビア情勢についての緊急会合が行われ、国民に対する武力行使を非難する、報道機関向け声明を採択した。2月23日リビアの諸部族は団結せよと書かれた、プラカードを掲げる、少女戦術の通り、23日までに、リビア東部は、反政府派に掌握され、 また、リビア第三の都市ミスラタやトリポリ西部の都市、ズワーラも、反政府派に掌握されたという報道。さらには、首都のトリポリとカダフィ大佐の出身地のスルト以外は、政府の市政権が及ばなくなったとの報道も流れ、カダフィ大佐は、求心力が低下し窮地に追い込まれたとの見方が強くなった。これを調査する動きとして、カダフィ大佐を支持するデモには、 数十人しか集まらなかった点や、前日の演説に失望した、秘書官が銃で、カダフィ大佐の暗殺を図った、暗殺未遂事件が発生した点、そして戦術の国外逃亡を図った、カダフィ大佐の娘が乗っていたとされる飛行機がマルタに、着陸を許可を求めたものの拒否され、結局リビアに戻るという事態が発生している。2月24日、カダフィ大佐は、 国営テレビ演説で徹底抗戦する意思を表明。国営の携帯電話会社からは、神は指導者と人々に勝利を与えるとのメールを配信して、求心力の維持を図っている、紙幣部隊が、声優生成師を破壊している、トリポリ郊外で治安部隊が、反政府勢力に攻撃を加えるという報道があった。対して、反政府勢力は、 首都トリーポリを包囲するなど事態は深刻化の一途をたどった。首都トリーポリから1 2 0トルほど西にあるズワーラはすでに反体制派の手に落ちたものの、石打積み出し施設のある北西部のザーウィアでは反体制デモを行っていた勢力がモスクに立てこもっていたため政府軍がモスクの明け渡しと降伏を要求。これを 反体制派が拒否すると、ミサイルでモスクを撃破し、さらに自動小銃で操作するという残虐行為に出た。この件により、23人が死亡し55人が負傷している。なお、ザーウィアをめぐる攻防戦では、死者が100人以上出ていると、アルジャジーラが報じている。しかし、カダフィ大佐に対する、包囲網は、確実に狭まっていた。スイス政府が、 カダフィ大佐と側近の持つ8億8000万スイスフラン相当の資産を凍結すると発表した。また、リビアの正確にはカダフィ大佐の資金源である石油施設のあるラスラヌフとマルサエルブレガが反政府派の手によって制圧されたという報道も流れた。施設は反体制派の警備下にあり積み出しも継続しているという。 さらに、首都のトリポリでも市民が属する部族の大半が、反カダフィを鮮明にしており、25日に大規模デモを行うよう呼びかけられているという報道もあった。これらの事態を受けて、政権側も24日から25日にかけて、公務員の給与引上げや、各家庭への現金支給といった、懐重策を出した。その一方で、反政府デモの情報提供に対しても、 現金を支給するという対抗策も打ち出した。フランスに住む30人のリビア人が、リビア政府による反体制派の弾圧に抗議し、パリのリビア大使館を占拠、大使館員を追放した。カダフィ政権以前のリビア王国の国旗が掲揚された。2月25日金曜礼拝に合わせて、デモが呼びかけられていたため、モスクは、 カダフィ大佐支持派の軍や民衆で固められながらの礼拝となる。デモでは治安部隊が参加者に無差別発砲し、首都トリポリだけで10人の死者を出した。この日、日本とアメリカの在リビア大使館は一時閉鎖を決定。最高レベルの旅行勧告である退避勧告を出し、西が広島渡る大使ら日本大使館のスタッフ3人は、 在中二ジア日本大使館に移動して引き続き法人、退避活動に当たった。翌26日には、フランス、イギリス、カナダも大使館を一時閉鎖した。夜には、トリポリにある緑の広場で、カダフィ大佐が演説し、この中で、カダフィ大佐は、自国民に団結して、外国勢力に対抗することが必要だと、強調し続け、我々は武装するために、武器庫を開ける。 戦いに勝ち、彼らを殺す。我々は、まだ使っていない武器を持っている。彼らを打ち負かし、踊ろう、歌おうなどと演説し、反体制派との徹底抗戦を訴えた。この際、まだ使っていない武器があるとの発言から、アブドルジャリル全治法書記は、毒ガスといった化学兵器を使用する可能性を示唆した。 カダフィ大佐は2003年に化学兵器の廃棄を宣言。2004年には化学兵器禁止機関が査察し、23トンのマスタードガスと1300トンの毒ガス製造用化学兵器化学兵器製造施設の存在を確認している。化学物質を装填できる爆弾3500発余りはすぐに廃棄されたものの、毒ガス処分は処理が 技術的な問題もあり難航し、20トンがまだ残った、ままとされている。またアイルランド在住の亡命リビア人記者のアダム・アル・キク氏は、現在も、化学兵器の平和目的と称し、トリポリで研究が続けられていると述べている。ただし、この演説の中で述べられている、武器の意味は、兵器というよりはむしろ国民が団結し、対抗する力のことだと思われる。 この時点で反体制派によって制圧された東部と政権側が抑えていた西部の国境管理に大きな違いが見られた。東京新聞記者の報道によれば2月25日にリビア東部に入った際には国境を管理する政府の国境審査官が姿を消しており入国審査は行われていなかった。検問が 反体制派の時警団によって何箇所か設置されたものの簡単な所持品検査で終わり報道関係者には水や食料などの差し入れが行われたこれに対して同日のテレビ報道によればリビア西部国境は緑一式のリビア国旗が翻っていたことから政権の管理下にあるものと見られたそこから国境を越えてきた市民らの中には 国内に残る家族の安否を気遣って詳細を話すことをためらった人や携帯電話に入っていたメモリーを消去されたりメモリーカードを没収された人が多数いた3月2日頃からは出国者自体が減少し政府の統制が強くなっていることを伺わせたソーラン結直前の8月半ばまでこの状態が続いた東京都渋谷区で 反カダフィのデモを行う在日リビア人と、親民主派の日本人。大世紀の国旗を掲げている。2011年2月26日撮影2月26日から28日首都のトリポリ以外がほぼ反政府側の手に落ち追い詰められた。カダフィは支持派市民に対して武器を渡し、反政府運動の封じ込めに乗り出した。反体制側もミスラータで。 義勇兵を集め始め、数百人が行列を作っていた。このため、首都での衝突は、不可避になった。27日、カダフ政権に反旗を翻し辞任した、アブドルジャリル前治法書記が、ベンガジにて、暫定政権、リビア国民評議会設立を宣言、カダフ政権打倒に向けて、国民結束を呼びかけた。この日、首都トリッポリの一部は、 反政府勢力によって制圧された国際連合安全保障理事会はリビアに対する制裁決議を全会一致で採択した。これと並行して国際刑事裁判所に付託することも決定した。アメリカ政府もまたリビアのカダフィ大佐による自国民への武力行使に対して非難、そしてカダフィ大佐など、 リビア政府の幹部がアメリカ国内に所有する資産を凍結する単独の制裁措置を発動した。アメリカ政府はさらに他国間の枠組みによる制裁措置の実施に向けてヨーロッパ各国や国連などと調整を続けておりリビアのカダフィ政権に対する圧力を強めるとした。28日、カダフィ大佐は初めて欧米メディアのインタビューに答え 反転攻勢を予告した。28日午前までに、リビア在住中国人2万9000人が避難した。チュニジアには1.1万人、クレタ島に1万人、マルタには1600人、中国帰国は2500人である。3月1日から3日アブドルジャリル率いる国民評議会のもとに当初乱立していた反、政府勢力の実政権が結集し始め、2日には、 ベンガジで会合を開き、アブドルジャリルが正式に、投票議会の議長に就任、革命達成に向けて、結束を強めた。一方の政府勢力も、傭兵の出動や空軍の空爆などにより、領土の奪還に乗り出し、選挙区は一進一退の攻防となった。選挙区は、国家2分、長期戦の様相を停止始め、この頃から、一連の騒乱を、 内戦と表記するメディアが現れた。反政府軍は各国に軍事介入や飛行禁止空域の設定を要請した。3月4日から10日4日、トリポリで金曜礼拝に合わせてデモが行われ、当局の鎮圧により100人以上が拘束された。政府軍のザ・ウィア奪還に伴う戦闘で、反政府軍の司令官が戦死したほか、ベンガジをはじめ全土で戦闘。 空襲が相次いだ。5日、カダフィ大佐の出身地するとでも、部族間の対立から戦闘が発生した。国民評議会は、軍事委員会の設立を決定し、それまで個別に展開していた反政府軍を、正規の政府軍として統率することとなった。また、内閣に相当する危機管理委員会を設置、リビア国内唯一の正当な政府を主張し、 EU など外国政府との交渉を開始した。7日、国民評議会は、カダフィ大佐から、自分の身の安全の保障を条件に政権を譲渡する、提案がなされ、評議会側が拒否したことを明かした。また翌8日、アブドル・ジャリル自身が、一連の戦闘に関する追悼を、行わないことを条件に72時間以内の退陣を求めたことを明かした。 カダフィ大佐は提案の存在そのものを否定した。9日、カダフィ政権はアブドルジャリルをはじめとする評議会幹部に懸賞金を出した。10日、フランス政府は国民評議会をリビアにおける正式な政府として承認した。国際社会から評議会は正当な政権として承認されたものの、口述する国際社会からの非公禁止区域の制定を 得られなかったことで、装備で劣る表儀会軍は戦闘でも劣勢に立ち、3月10日、頃から交代を余儀なくされた。政府軍は11日には、西部のザビア、14日には同じクズワラ、15日頃までには、西部のほぼ全域、石油基地をすべて奪還した。フランスは、ナトー主導の軍事介入を主張していたが、参戦には、アメリカの同意が不可欠であった。 しかし、アメリカのオバマ大統領は、欧米諸国とリビア政府が正面衝突することによって、イラク戦争のような泥沼に陥ることを警戒していた。12日、カイロでアラブ連盟の会議が開かれた。アラブの春の一連の革命を支持していたカタールが、説得に動き、欧米に介入を求める決議が採択された。またカタールは個別に、フランスに、 航空部隊の参戦を確約し、飛行禁止空域を設け、6機のミラージュ戦闘機を配備した。15日、欧米の介入はないと確信した、カダフィ大佐は、ベンガジ政府の最後の防御地アジュガビアの総攻撃を宣言し、翌日には攻撃を開始した。同日には、政府イスラムが48時間以内のベンガジ総攻撃を宣言し、反対戦派は、 浮き足立った。国際援助隊も退避を開始した。フランス軍の空爆によって破壊された、カダフィ軍の自走法反カダフィ勢力によって占拠された、トリポリの一部。2011年8月26日撮影。裁判所前で行われた反政府でも、壁に貼られている写真は、カダフィ軍によって殺害された犠牲者たちのものである。しかし15日夜、 彷彿したクリントン国務長官の報告を受け協議していたオバマ大統領はカダフィ大佐の脅しを聞いて参戦を決断17日に国連安保理に保護する責任として飛行禁止区域の設定と空爆を承認する決議がかけられたカダフィ大佐を支持していたロシア中国ももはやカダフィ大佐をかばいきれなくなり拒否権を行使しなかった理事会は 同決議を賛成10危険後で採択した。フランスは空爆への準備を開始した。カダフィ大佐は国際的な軍事介入を避難しつつも一旦は18日に即時停戦を受け入れた。しかし直後にベンガジやミスラタに対する攻撃を継続した。19日、フランスが軍事介入を宣伝し、米英物を中心とした多国籍軍が カダフィ政府軍への空爆を開始。アメリカのオデッセイの夜明け作戦により、トマホークが100発以上発射された。カダフィ大佐は、直後に、国営放送で演説し、国民に対して抵抗戦を呼びかけた。リビアはかつて、パンアメリカン航空103便爆破事件や、リビア爆撃などと、西側諸国と長年対立した後で近年は、関係改善していたのだが、 今回の攻撃で、イギリス・イタリアを呼びるフィガロガミでも、サッドとの関係が報道された、サルコジ大統領のフランスが NATO を主導している。しかし、NATO 加盟諸国は、欧州金融危機への対応を抱えるなど、財政的に、リビア攻撃を継続することは容易ではなく、6月上旬には、NATO 国防省会合にて、アメリカが攻撃に参加しないドイツやポーランドなど5、 各国を非難するなど、圧力も起こる。一時期は、ナトー加盟国のうち17カ国が攻撃に参加したが、8月1日に、ノルウェーが、リビア攻撃から離脱し、参加国は7カ国まで減った。また、反カダフィ勢力や、民間人に対して誤って攻撃してしまい犠牲者が出るなど、攻撃そのものに対して、反政府勢力からも批判も高まった。 リビアにおける戦闘は、膠着状態が続き、ロシアのエフゲニー・プリマコフ元首相は NATO が、袋工事状態に陥ったと指摘し、国際連合による介入も身を結ばなかった。こうした軍事的対応のほか、3月29日には、イギリスのロンドンにて、リビア情勢を議題とする、国際会議が開催され、以降この枠組みはリビア連絡調整グループとして、リビアに対し、 国際的に協調して対処すること、また、リビアと国際社会を結ぶ窓口を確保することなどを目的した包括的組織となった。7月1日にはアフリカ連合がマラボで首脳会談を開き、双方による即時停戦や対話による民主化方針の策定を求めた調停案を提示した。評議会内部では長引く選挙区の中で、 交渉に応じようという意見が上がり、アブドルジャリルもその考えに賛同していた。二十八日、交渉賛成派の一人であったアブドルファッターフ、ユーニス・オベーディー国民解放軍総司令官が、ベンガジエの基途中暗殺される事件が発生した。事件については、内部の路線闘争と、カダフィ側の襲撃との見方があるが、前者の可能性が高い。アメリカ国務省は、 事件の及ぼす影響を危惧し、8月4日に、評議会代表と内乱集結後の手続きについて、会合を開いた際に、事件の解明を求めた。8月8日、マフムード・ジブリール執行委員会委員長は、事件の責任を取って、内閣を総辞職させた。この一連の出来事を通して、評議会は一致して、武力打倒へと突き進んでいった。 また7月にかけて大国の国家承認が相次いだ。また、リビアに残る外交官たちを守るため、SAS や GSG-9 といった欧米の特殊部隊が派遣された。彼らのような先進国の特殊部隊や民間軍事会社の要員が、ハンカダフィ側への軍事指導や戦闘行為の支援を行ったのではないかという推測も行われていた。 8月4日から5日にかけての NATO のズリタン空爆で、カダフィ大佐の7男のハミース、ムアンマル・アルカザーフィが、NATO の空爆により死亡したとされたが、カダフィ大佐側はこれを否定。9日には、国営テレビにて、ハミースの映像を公開し無事をアピールした。表議会軍は、6日にビルがナム、14日には、首都西方の補給路、ザウィア、15日には、 南方のガリアンを制圧し、首都包囲が完了したと発表した。17日には、トリポリに石油を送るパイプが遮断された。カダフィ大佐はこれに対して14日から、スカッドミサイルなどのロケット弾で反撃し15日からは、カダフィ大佐がたびたびメッセージを発信し、交戦を呼びかけた。しかし劣勢に立たされた陣営からは離脱者が相次いだ。15日には、 アブドラ内相がチュニジア経由でエジプトへ19日にはジャルド元首相がチュニジア経由でイタリアへ亡命し20日にはイタリアへ出向いていたオムランブクラ石油相が帰国を拒否した。評議会は19日にズリデン20日にブレガを奪還した。また19日夜カイロでトリポリに武器が持ち込まれ市内に潜む反体制派に手渡された。 8月20日夜、トリポリ市内東部のタジューラ地区で銃撃戦が発生、市内の情報当局ビルや空港地区を素早く占領した。包囲軍の一部も合流し、市内各所で明け方まで衝突が続いた。この首都攻略作戦は、地中海の人魚と言われるトリポリにちなんで、人魚の夜明け作戦と呼ばれた。カダフィ大佐は21日未明に、 音声メッセージを発し、ネズミは人民に攻撃され排除されたと主張した。市内の反体制派の攻撃はやまず、郊外にある政権の武器庫となっていた基地を奪取、カダフィ大佐の居住区、バーブ・アズイズイアに、ナトウ軍の空襲が行われた。カダフィ側の政府報道官は、同日、反体制派と交渉する用意があることを示し、攻撃停止をナト o に要請した。 同日中に、市内で1300人が死亡したと発表したが、評議会は、悪質なプロパガンダだと反論した。ナトー発表では、死者は31人であった。また、カダフィ大佐は再びメッセージを流し、抗戦を呼びかけた。その日のうちに、長男のムハンマド、次男のサイフルイスラーム、三男のサーディが、相次いで、降伏、拘束されたと報道された。 市民の心は、カダフィ大佐から離れており、深夜に、カダフィ大佐が3度目のメッセージを流した頃にはすでに、大勢は消していた。報道陣も市内へ入り、トリポリ解放に喜ぶ市民の姿を映した。また、アルマフムーディ首相がチュニジアへ亡命した。22日早朝までにはバーブ・アズイズイヤ地区を、除く、市内全域が制圧された。 首都中心部にある緑の広場は未明に解放された直後から市民が事実上の政権崩壊を祝い、評議会の軍人も続々と駆けつけた。カダフィ政権の象徴であった緑の広場はすでに殉教者の広場と呼ばれていた。午後には国営テレビが制圧され、カダフィは情報発信の重要な拠点を失った。 トリポリ国際空港も制圧され、アブドルジャリルは、カダフ政権崩壊を宣言した。22日夜、ムハンマドの自宅に、政府派の兵士が突入し、軟禁されていたムハンマドが解放された。また23日未明、バーブ・アズイズイヤ地区にあるサイフルイスラームの自宅に、招かれたメディアの前に、サイフルイスラーム本人が姿を現し、 拘束されたという情報はデマだと述べた。その足で、各国メディアが滞在している、リクソスホテルに出向き、支持者らと共に規制を上げた。サイフルイスラムが拘束されていなかったのかは不明である。23日午前、ナト o の空爆を合図に、地上軍がバーブ・アズイズイーヤ地区に突入し、5時間に及ぶ、戦闘の末に陥落させた。カダフィ政権は、 完全に崩壊したが、カダフィ大佐本人及び、息子たちは発見されなかった。住居地下に大規模な地下通路が発見され、大量の備蓄が見つかった。評議会は、トリポリにおける被害を、死者400、負傷者2400と発表した。24日午後、リクソスホテルに監禁されていた、海外取材陣約30名が5日ぶりに解放された。 国境なき記者団は避難の声明を発表した。その後も南部を中心に局地的な戦闘が続いた。27日未明、ハンカダフィ軍はサラハディン地区に残ったカダフィ派のトリポリ最後の要塞に突入し、7時間に及ぶ戦闘の末陥落させた。また同日、トリポリ国際空港付近日体も制圧し、首都奪還を完了した。 カダフィ大佐は8月24日、地元メディアのアルライテレビでメッセージを流し、居住区撤退を戦術的行動と主張した。支持者にトリポリ奪還を呼びかけ、徹底抗戦の意思を示した。カダフィ大佐は、以降も、不定期にメッセージを放送し続けた。カダフィ派は兵力を、中部すると及びその近郊へ集中させ始め、スルトに向かった反カダフィ軍は足止めを食らった。 アブドルジャリールは、カダフィ高速に、賞金200万リビアディナールをかけた。25日、カダフィ大佐が、アブザリム地区に潜んでいるとの情報が流れ、軍が、地区の住居をしらみつぶしに捜索したが、発見には至らなかった。27日、首都奪還を達成した反カダフィ軍は、首都駐在の軍の大半を、スルト戦線へ投入した。28日にはスルトを包囲し、 現地の部族長と投降に向けた交渉を開始した。30日、9月3日までに投降しなかった場合は、武力行使すると、最終通告を突きつけた。同日、カダフィ大佐の7男のハミスが負傷し、夜になって死亡した。遺体は同日中に埋葬されたという。29日、アルジェリア政府は、カダフィ大佐の妻のサフィア、長男のムハンマド、 イツオのハンニバル、長女のアイシャラの入国を、妊娠しているアイシャに対する人道行為の観点から、許可したと発表した。アイシャは30日、女児を出産した。評議会は、侵略的行為だと非難し、身柄の引き渡しを求めた。31日、オベディ外相及び、カダフィ側近のアブドラアール・ヒジャジが、相次いで拘束された。三男のサーアーティが 身の安全と引き換えに投稿したいと呼びかけ、評議会の関係者と話し合いを持った。9月1日、評議会は2日前にイタリアアンサ通信が信頼できる人物から入手したカダフィ大佐はバニワリドに潜伏しているという情報の信憑性が高いと判断し、スルトの投稿期限を3日から10日に延長した。5日、カダフィ派の大規模な車列が 隣国のニジェールに入り、6日には、首都のニアメーへ到着した。一行には、治安責任者のマンスール・ダウララ政府交換多数が、含まれていた。アメリカ政府は、ニジェール政府に対し、身柄拘束と、武器や、現金などの応酬を求めた。11日には、サーディが入国し、同国への亡命を申請。身柄を確保された後、ニアメーに護送された。 ニジェール政府は、リビアで公平な裁判が行われる保証がないとして、送還を拒否した。6日、評議会は、カダフィ大佐が3日に、ニジェール国境付近のガート村で目撃されたとの、情報が入っていることを明らかにした。翌日には、カダフィ大佐の潜伏先の周囲60キロを包囲したと、発表したが、場所は明かさなかった。 表議会は9月21日にはカダフィ派の拠点の一つ南部サブ派を制圧した。さらに10月17日にバニワリドを制圧し、カダフィ大佐の居住区だった建物をブルドーザーで取り壊した。10月20日にはカダフィ大佐の出身地でカダフィ派の最後の抵抗拠点でもあったスルトを制圧し、国民表議会はリビア全土を掌握。 スルトの陥落が決定的になる中、逃走中のカダフィ大佐自身も、ナトーの空爆を避けようとして、スルト市内の排水管に身を潜めたところを、反カダフィ派の者たちに発見され、排水管から引きずり出されて拘束され、その際に受けた攻撃で、カダフィ大佐は死亡したと国民評議会が発表を。カダフィ大佐が拘束され、 死亡したとされる模様を映した映像がアルジャジーラにより世界各国へ配信されカダフィ大佐の遺体はリビア西部のミスラタに運送された10月23日国民評議会はリビア全土の解放を宣言した内戦終結宣言後リビアではイスラム主義のトリポリ政府と世俗主義のトブルク政府が並立し さらに親カダフィ派やイズ系組織、その他の地方勢力が乱立し、政府の統治機能が急速に低下、事実上の内戦状態が継続している。日米王など、各国の外交団は相次いで、首都トリポリを脱出。リビアは、世界有数の産油国だが、治安の悪化から、原油生産も落ち込み、直近の生産量は2013年比で半減した。 同国の混乱は、原油相場や、周辺国の治安にも、悪影響を与えている。カダフ政権が崩壊した後、暫定議会が発足したものの、一部の勢力が、議会の正当性を否定しているため、事実上機能しておらず、新憲法制定の目ども立っていない。独裁体制が42年間もの長期間続いた、影響で、 有力な指導者候補が見当たらず、政治空白が状態化し内戦は一層の泥沼化を、招いているチュニジアのリビア人難民キャンプリビアと、チュニジアの国境付近の難民たちもともとリビアは、ともすれば反目し合いがちな多数の部族をカダフィが、巧みに統制することによって一国家として、成立していた。そのため、核部族は独立志向が強く、内戦終結後には、 トリポリの国民評議会の統制が効かず、部族単位、あるいは都市単位で、独自の評議会が設置され、地位内で大幅な自治権を握った。カダフィ大佐の遺体の取り扱いや、戦争犯罪者の引き渡しなどについて、国際機関からトリポリの政府を通じて要望があっても、地方政府が拒否するケースがあった。カダフィ政権下で優遇された部族などは、 内戦中も一貫して、カダフィジミエを支持してきた。政権崩壊によって、俗軍となった彼らは、形勢が逆転した6月頃から、周囲の評議会派の部族に報復を受けた。カダフィ政権下での部族感覚差が報復の残酷さを助長した。こうした、報復の応酬によって生じた対立を仲裁、解消するため、宗教指導者、教育者、 知識人が主体となって、国民和解のための調停委員会が設置された。対立の最も典型的な例が、ミスラタとタオルガの対立である。ベンガ時放棄後、西部で真っ先に反旗を翻したミスラタに対して、カダフィ大佐の弾圧指示と多額の資金援助を受けた、タオルガをはじめとする、周辺都市が大規模な攻撃を行った。 しかしその後形勢が逆転すると、ミスラタがタオルガを攻撃した。双方合計7000人近くが死亡した戦闘が、ミスラタの勝利に終わると、ミスラタはタオルガ住民を町から追放、町を閉鎖した。タオルガ住民は、全国各地に散らばって難民化、NGO の援助によって過労じて命をつなぐ、球場に追い込まれた。調停委員会は、 この二者の和解を最優先課題と位置づけ、タオルガ指導部が仲裁を依頼した第三者の有力部族と共に調停に当たっている。上記のカダフィ支持部族の中には、国外に逃亡した親族を担いで、トリポリからの独立を宣言する部族も存在する。また、一般民衆の中にも乱立する、各政治勢力、武装勢力の構想や父として進まない戦後、 復興への不満からカダフィ時代を解雇する風潮も散見されている。これらの動きに対してトリポリ政府は独立を認めないカダフィ支持の政治勢力は非合法の胸の声明を発表している。ロシアはかねてから国連をはじめとする国際社会が特定の国の騒乱状態に介入することは否定的であった。そのロシアがナトー軍の空爆を 結果的に受け入れたのは空爆が人道目的に限定されると判断したからでオバマ大統領と個人的な信頼関係を結んでいたメドベージェフ大統領が情報したのである。しかしナト o の軍事介入はロシア側の意図を超えた範囲で行われ、ついには政権崩壊、指導者の暗殺にまで達した。憲法の大統領再選規定に抵触したために メドベージェフに大統領職を貸していた、プーチン首相は欧米への不信感を強め、翌年の大統領復帰を待たずして、メドベージェフ大統領の持つ外交担当の職務を事実上凍結した。リビア内戦終結により、民主化闘争の中心地はシリアに移ったが、2012年に大統領職に復帰した、プーチン首相の欧米に対する不信感に加え、 シリアは中東一ロシアの軍事的利権が絡んだ国であったためシリアに不利に働くような安保理決議にロシアが拒否権を行使する事例が多発しシリアでの内戦が長引くこととなったまた内戦の終結はリビア政府軍に従軍していた周辺地域出身の傭兵や兵器の離散を招き新たな紛争の一員ともなっている マリ共和国では戦闘経験を積んだトゥアレグ兵が兵器を持って帰国しアザワド解放民族運動の母体となった。その後、2013年のアルジェリア人質事件の演因にもなった。カダフィ大佐は政権の座についた直後の1970年代より近隣諸国出身の兵士を古兵として集め、一部は国軍に編入してきた。今回の騒乱でも、 国民を銃撃することを厭わない他のアフリカ諸国出身の傭兵が反政府軍に転向する正規軍に代わって政府の戦力になっていた。主にフランス語を話すもので2008年以降にリビアに来ていた反政府ゲリラ出身の出稼ぎ労働者の可能性が高い。急遽集められたものだけでなく以前から訓練されていたものも含まれるとされる。 彼ら外国人傭兵を手配、統括していたのは、グローバル CST と呼ばれる、イスラエルの民間軍事会社だとされる。傭兵たちは、莫大な収入のうち一部だけを渡され、残りは、グローバル CST 社が手にしていると言われる。このほか近隣諸国において1日 2000US ドルで紙幣を募集しているとも言われる。ただ、 リビア国内にいる出稼ぎ労働者には 200US ドルが一方的に支払われている。またカダフィ派の兵士が出稼ぎ労働者の家に押し入り、暴行を加えて拘束した後、金品を強奪した上で兵士になるよう強要されたという。なお、断るとその場で銃殺されるという。カダフィ大佐自身がアフリカ合衆国提唱者で、 コートジボワールやコンゴ民主共和国の部族長を招待し、そこ部族出身の貧しい労働者を迎え入れるなど、アフリカ国内の友好関係を重視していた点も理由として挙げられる。外国人傭兵を要する背景として、リビア独特の部族社会を指摘する声もある。例えば、同じ部族の人同士での銃撃を避けるために、彼らに汚れ役を担わせるというものである。 また傭兵は正規軍と比べて外国人であるリビア国民を銃撃することへの抵抗が少なくデモ参加者への無差別発砲も彼らが言ったと言われる北朝鮮からの傭兵がいるという噂も流れていたが可能性は非常に少ないと大韓民国外交通商部の関係者が否定している北朝鮮傭兵がいるという噂はイギリスのガーディアンが 韓国傭兵がいるという誤報を掲載したことから、橋を発しており、過去リビアに朝鮮人民軍の派遣があったことも噂が広まった理由とされている。イギリスのサンデータイムズは、リビアに送られたジンバブエの軍人と OB が上記の傭兵軍と合流したと伝えた。他にもヨーロッパ人の傭兵が300から500人ほどいたとされ、シリア人、セルビア人、 アルジェリア人、ルーマニア人のパイロットが空爆作戦に加えられている。また、南アフリカの民間軍事会社が、カダフィ大佐とその家族を護衛、国外逃亡させるために雇用されていた。最初のチーム24人は、カダフィ大佐の妻と3人の子供をトリポリからアルジェリアに逃亡させることに成功したものの、カダフィ大佐本人と2人の息子を逃走させるチーム19人は、 失敗し、NATO の空爆及びハンカダフィ派との戦闘によって二人の死者を出した。リビア内戦では、AK-47 や、RPG-7、テクニカルといった、発展途上国らしい武器から、FNF-2000 や、H&KG-36、南アフリカのトレデロ射精狙撃銃、 機関銃を搭載したリモコン操縦式の四輪車などといった欧米の軍隊が使用するような最新式兵器まで世界各地で開発された様々な武器が使用されたアイルランド人との根血であるハンカダフィ派狙撃兵のタレグガセル氏はカダフィ大佐に雇われた外国人の傭兵部隊がレーザーポインター付きの狙撃装備を使用していたと 発言し、照明を持たせた犬を歩かせて、レーザーを探り当て傭兵部隊の狙撃兵を相当していたという。カダフィ政権は、イスラエルやフランス、ベルギーなどの軍需企業から、最新式の武器などを購入していた。ハンカダフィ派は、それらの武器を露飼、改造して、自らの武装として使用。戦闘機などについていた、機関砲や、ミサイルランチャーを車に取り付け、 テクニカルとして使用していたり、現地の義勇兵が最新装備で武装するという光景がいくつも見られるようになった。内戦発生から間もなく、先進国は当然カダフィ側への武器供与を取りやめ、フランスのように反カダフィ側に武器を提供した国も存在する。反カダフィ派はカダフィ側が中国や東欧などから武器を購入していたと主張した。内戦終了後、 テクニカルなどの大型武器は軍によって回収が行われたが、消火器などは一般人の手に渡ったままであり、一部が反暫定政府派のテロ組織や民兵に流れているという情報がある。特にロケット砲などは国外におけるテロ活動に使用される可能性が懸念されている。一連の反政府デモを報道する機関にも政府当局の手は伸び、 反政府デモが開始されてからは、外国メディアによる取材は制限され、ベンガジへの移動が禁じられた。18日にはアルジャジーラが放送を妨害され、またウェブサイトへのアクセスも遮断されていると発表した。また一連の、反政府運動に威力を発揮している、インターネットそのものも使えない状況となった。カダフィ大佐は、中国の天安門では、 武装していない学生も力で鎮圧された。天安門事件のようにデモ隊を叩き潰す。我々は武装するために武器庫を開ける。戦いに勝ち、彼らを殺すと述べ、反体制派に対する虐殺などの弾圧を正当化した。それに対し中国外交部は中国政府と国民は、 すでに明確な結論を出していると困惑するも、リビアができるだけ早く社会の安定と、正常な秩序を回復するようぜよく希望するとして、カダフィは批判しなかった。反体制派が占領した、ベンガジなどの東部は、カダフィ大佐に打倒された、イドリース王の出身部族もあり、弾圧を受けてきた。反乱を呼びかけた元公安省も、東部部族出身であり、 ベンガジの東にある都市では、現地警察が、軍に銃を向けたとの情報もある。ベンガジで一部軍部隊が、反体制派側に回る、軍昇校団が反乱を呼びかけるなど、軍利犯の動きも報じられた頃、政府側は空爆など、本格的な軍事行動を開始。一方で、カダフィ大佐の出身地であり、出身部族の拠点であるスルトや、カダフィ大佐を支持した。 ワルファラ族の拠点であるバニワリードなどでは、トリポリが陥落し、カダフィ政権が事実上崩壊した後も、カダフィ派の抗戦を支持し続けた。なお、この攻撃を報じる報道機関は、デモ隊や一般市民への無差別攻撃であると、主張している。カダフィ政権が傭兵を使い、反政府デモを弾圧したこと、傭兵の使用が、 騒乱の長期化と死傷者の増加を招いていることから、国際社会では、傭兵が雇えないように、カダフィ一族の資産を凍結する動きが出ている。ありがとうございます。